地震が発生したらどのように行動しますか？自分は大丈夫といった油断は禁物。地震に詳しいナマズ博士に地震その時10のポイントを教えてもらいましょう。よし、わしに任せなさい。まずは地震が発生した時。地震だ。まず身の安全。大丈夫、大したことないだろ。地震が起きた時何が一番大切だと思う？それは自分の命を守ることじゃ。地震だ。地震の揺れを感じたり緊急地震速報が流れたら、物が落ちてこない、倒れてこない、移動してこないところで揺れが収まるまで様子を見るんじゃ。揺れが収まったからといって安心してはいけません。いろいろなところに危険が待ち受けているから注意してください。もう大丈夫だろう。落ち着いて火の元確認、初期消火。火事になってないか。揺れが収まったらまず火の始末じゃ。火事になったとしても落ち着いて対応すれば消火できるはずじゃ。よし、今のうちに。慌てた行動、怪我のもと。地震直後は家具やガラスの破片が散乱し、とても危険じゃ。また急いで外に飛び出すと看板などが落ちてくるかもしれん。冷静に周囲を見渡し、慌てずに行動することが大切じゃ。外で地震が起きたらどうする？門や塀には近寄らない。ブロック塀などに近寄ってはいかん。電柱だって倒れてしまうんだからな。外で揺れを感じたら門や塀から離れ、カバンなどで頭を守ってしゃがみ込むことじゃ。よし、窓や戸を開け、出口を確保。揺れが収まったらドアや窓を開け、逃げ道を確保せんとな。次は地震後の行動のポイント。火災や津波、確かな避難。近くで大きな火災が発生したら、一時集合場所や避難場所に避難する。海の近くにいたら高いところに逃げるんじゃよ。確かめ合おう、我が家の安全、隣の安否。自分や家族の安全を確認したら、近所の人たちが無事かどうかも確認するんじゃよ。よかった、今日はない。協力し合って救出、救護。おばあちゃん、大丈夫？家屋や家具の下敷きになっている人を見つけたら、大声で助けを呼び、協力して救出すること。大切なのはお互いに助け合うことじゃよ。正しい情報、確かな行動。状況を正しく把握することも大切じゃ。避難の前に安全確認、電気、ガス。避難するときはブレーカーを切り、ガスの元栓を閉めるんじゃよ。地震その時10のポイント、わかりましたか？普段から地震が起きた時の状況をイメージし、どのように行動すればよいのか考えておくようにしましょう。